はい、こんにちは。三宅模型三代目店主、三宅和明と申します。今日はね、店頭に飾ってある作品、またね、いろいろと力作を持ってきていただいておりますので、YouTube の方でご紹介してみようかなというふうに思っております。はい、こちら。はい、こちらがですね、あれかな、グッドスマイルカンパニーさんの、商品で、ゼロライマン、それを、ふずきさんが作ってきてくれました。グレートゼオライマーか天のゼオラーメン、まあ、グレートゼオライマーのはず。はい。ごめんなさい。知識がなくて。ゼオライマーなのはわかるんだけど。はい。ということで、こんな感じですごいね、シルバーの塗装ね、全部きちっとやって塗り分けをして、はい。とんがってるのさ、すごい。手で持つ箇所がね、間違えると痛いぐらい。すごいですね。後ろのこの羽のボリュームとかもなかなかで、結構ボリュームのあるキットですね。本当にトゲトゲしい感じで、はい、こんな感じのキットをふずきさん全部塗装して作ってきてくれております。シルバーもブルーもすごく綺麗に塗り分けてあって、うん、でこのシルバーだとね、本当にそのなんていうんだ、立体感がね、白と黒がパキッと出てくるから、こういうような感じの造形だとね、すごい映えますよね。そんな感じのゼボライマーでした。次が、秋田さんの作品で、サニトラですね。はい、サニトラの長谷川さんの24分の1のサニトラ、それをね、オリジナル塗装で仕上げてきてくれました。はい、チンスポついてますね。チンスポついて、渡辺のエイトスポーク入っております。はい、すごいなんかあのカスタムカーっぽい、こうね、これ見えるかな、このボンネットのところのね、クリアの塗装とかもすごいですね。うん、ですごくこう締まった感じのね、あのライトはグリーンにしてあって、内装の塗り分けもね、素晴らしいんですよ。内装見えるかな、いける、腹下もちゃんと色塗り分けてますね。はい、このね、白いところもね、パールがバーッと綺麗に入ってて、はい、ただね、これね、写真とかではなかなか写んねえんだよな。これは実物がね、すごい、今気がついた、グリル抜いてあるね、これね。うん、グリル抜いてあるよ。はい、これ多分裏から削り込んでグリル抜いたんだろうな。面白いですね。サニトラもこんなかっこよくなるんですね。次はですね、完成模型ですね。もしかしたら、うん、うちのこの完成品紹介で完成模型を紹介するのは初めてじゃないかな。オータライン、こちらの方はですね、山下ホビーさんの商品になりますね。駆逐艦ですね、このサイズ。こんな小さいサイズではあるんですけれども、もう情報量みっちり、すごいね、このね、横のね、雨だれの表現とか、あのサビがね、ちょっと垂れたような感じの表現とか、それからね、あの上の部分のね、ちゃんと甲板とかのこの塗り分けとかもきっちりやってあげることで、すごいこの密度感っていうんですか、いやー、もうすごい丁寧に作業されてますね。もうね、本当にね、このまあ、もちろんこの山下さんのね、このキットもすごいんですけれども、酒井さんのね、このね、塗り分けとこの細いパーツをきっちり、これは、いや、すごいな。これは見事ですよ。これだけ小さいものをね、あ、展示会とか持ってったりとか、コンテストとかでさ、なるとさ、なんかあの、とにかくなんかでかいもんが賞を取っちゃいそうな、そういうとこってあるじゃん、正直。うん、今日もね、やっぱりね、こういう小さいものでもね、きっちり愛情を込めて作ってあげるとね、自分の作品としてすごくこうね、誇らしいものになるんじゃないかな。僕はこういうすごいね、まとまった作品大好きですね。小さくてもきっちり手入れてある、うん、ビッとこうね、ちゃんといろいろやってありますよね。本当に素晴らしい作品だと思います。はい、お次が、これはバンダイの30ミニツシスターズですね。琴の葉さんの作品になります。
はい、まあね本当にこれね台座とかはこれオリジナルですね。台座と武器がオリジナルですね。こんなでっかい武器はついてないはず。目のとこだけこう、これはなんだろうな、多分 UV クリアジェルか何かかな。目だけね反射がピンと入るぐらいにこうね、グロスのことしてありますね。うん、こういうね質感の違いね、この胸の部分のねグレーはすごいツヤがあって、でこの白い部分はねマットになってたりとか、こういう質感の違いとかねツヤの違いとかをねやっぱり女の子のね模型とか、まあ普通の模型もそうですけれども、そういうのをねきちっとやってくると、やっぱりこう出来上がった時にね、このなんていうんですか、生き生きした感じというかね、そういうの出てきますよね。うん、武器はすげえでっけえトンカチ持って、うん、これは 3D プリント品かな多分って思いますでも台座とかもねこうやって自由に今ね本当に 3D プリンターあるとねいろんなことができちゃうっていうのはね面白いですよね。若い子たちはすごいな本当に。はい、ということでこちらサーティミンスシスターズの商品でした。商品じゃねえや、作品でしたこれね商品としてねお店でなかなか今ねもう売れてて売れてて全然手に入んないのそこはちょっと問題だけど、でも出来上がったらねいいもんだから、ぜひ供給ガチにしてほしいですね。立ち上がっちゃったペイコレさんの作品で、あれですね、これはことぶき屋さんのブラックマジシャンガール、カラーリングがね変えてますね。パッケージに書いてあったカラーリングではないです。なんかの限定のカードかなんかに書いてあったカラーリングに寄せてるというお話をペコレさんから聞いておりました。はい、可愛いですね。てかこの髪の毛のこの重なり方とかすごいね。本当に最近のこの美少女プラモはすごいね。なんだっけ、ビプラって言うんだったっけ今。うん。台座もすごくなんかおしゃれな感じで、うん、綺麗に塗り分けてあります。はい。こちらもね、ペイコレさんの作品になります。X プラスから先日発売になりました、ヴァンピレラ、はい、の、作品ですね。これね塗装がね素晴らしいのさ、うん、この肌のねグラデーションもそうだし、うん、それからこの赤いねスーツの部分のねとこも赤に対してこれパープル系、うん、ブルー系のパールが入ってるのかな。すごい面白い塗装してるなと思って、うん、あとねこのエクスプラスのキット自体もね、このコウモリとか飛んでるように見えて端の羽が微妙にここに繋がっててちゃんと保持してるっていうね、こういうところとかもね芸が細いなって思いますね。あとねペイコレさんのねこのね足元のこの苔っていうか草っていうか、これ面白いね。すごいこのお墓にマッチしてるっていうか、なかなかお墓にマッチするっていうのもあれなんですけれども、すごくなんかいい感じの、ね、雑草が生えてるわけではなくて、なんか苔っぽい感じっていうんですか、そのちょっとジメッとした、ね、そういう質感がこのヴァンピレラが、ね、まあ、ヴァンパイアのお姉さんなんですけれども、そんなようなすごい雰囲気の出る台座に仕上がってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。これは本当塗装でねこのフィギュアのねいいところをまとめてった感じがすごいしますよね。うん、はい、ということで今日はね全部で2、4、6作品紹介させていただきました。ねもう本当にね皆さんね、まあ、今ね昔みたいにこの模型紙でいろいろ読んでそれをどうのこうのっていう時代じゃなくて、ネットで調べたら結構ねいろんな技法が出てきたりとかね、いろんなことやってる人がいてっていう形でね、もういろんなことをこう本当に吸収しながら自分でやってみて、でね真似してそれを自分のものにして、でそれにまた改良を加えて、でまた新しい技術持ってきて真似てみたいな感じで、すごい短時間にねみんなが上手くなる。うん、しかもねやっぱり本当、まあここにね飾ってくれてるお客さんとかすごいやっぱり勉強熱心な方も多いので、はい、すごくね僕自身も刺激を受けますね。あとやっぱこういう実物をね
僕はねこう見せていただくことでねすごい自分のそのスキルにつながってったりそういう部分もありますから、本当にね皆さんもねいろんな方の作品を見たりとか、あとネットで情報を拾ったりとか、そういうのはねいろいろしてみたらいいと思いますね。まあその後にね自分自身で手を動かしてみるっていうのがねやっぱり身につくか身につかないかのところのね一番大きいところかなとは思うんですけれども、はい、ということでねまだまだ、まあ、皆さんの作品も、うちの店頭の方にね飾れますので、まあ、その飾るレギュレーション等は概要欄に書いてございますから、ぜひぜひ、持ってきていただいたりとか、あとね今今日紹介したのもまだしばらく店頭飾ってございますので、店頭に来れる方はぜひ生で見ていただければと思います。はい、三宅模型では、各種 SNS、Twitter、Instagram、Facebook やってございます。それからね、YouTube の方も、チャンネル登録、それから、高評価いただけますとモチベーション上がりますので、よろしくお願いいたします。不定期ではありますが、ライブ配信も、相方のイエローさんとやってございます。いつでも遊びに来ていただければと思います。よろしくお願いします。